浜の新一二番コンビが横浜スタジアムで大暴れ。まずは今日2番で出場したルーキーの牧。オープン戦初タイムリーを放ち、勝負強さを見せつけると勢いはもう止まりません。その後も右へ左へ打ち分け、これまた初となる猛打賞をマーク。2番牧がバットで見せれば、こちら1番桑原は得意の守備で沸かせます。巨人に移籍した梶谷のポジションを奪うべく超ファインプレーを見せると、今度は左中間への打球をフェンスを恐れぬこのプレー。浜の新1、2番コンビが持ち味を遺憾なく発揮しました。